はいどうもみなさん、こんにちは。えー、今日は、人内と聖書研究とお送りいたします。今日のタイトルは、試みに合わせず悪から救ってくださいというタイトルでございます。えー、第2サムエル記の11章の2節ある夕暮れ時、ダビデは床から起き上がり、王宮の屋上を歩いていると、一人の女が体を洗っているのが屋上から見えた。その女は非常に美しいか だといいう箇所でございます、まあ、この箇所ね、えっと、前回も解説したんですけれども、今回も解説します。えっと、解説の上塗りをします。<laughs> で前回、えっと、だからこその3年半ごとに僕、聖書を1周するんで、前回よりも1周前の2016年の僕のデボーションから今回はですね、お送りしたいと思うんですよ。で前回は <laughs> あの、何だったかな、そのダビデがね、その実家の。 えと5つ後半の5つプラス最初の2つを、えーね、破ったというそういう話であったりとかあ、ねえー、したんですけれども、まあ、今回は特にそのダビデがウリアの妻バ,バテシェバと寛容を犯してそれを隠蔽するために謀略、まあ、によってウリアを殺害したっていうね、まあ、これひたすら悲しい話なんですけれどもそのなんでこれが起きたのかっていう分析というか <laughs> その辺をちょっと考えて掘り下げたいと思うんですね。 で、その前回その解説書にも書かれてたよっていう形で少しあの触れたんですけど、それはそのなぜダビデはヨアブやウリアたちと一緒に戦場に行かなかったのかっていうのがあるんですよ。で、これはその解説書に書いてたのは、結局その11章の一節に年が改まり王たちが出陣する時期になったっていう、えー、この 王たちが出,現出陣する時期になったのにもかかわらずダビデは何をしていたんだというその、えー、第三メル記の著者による、まあ、案にダビデを皮肉ってるというその読み方があるんだそうなんです。でまあ確かにそれは一理ありますし。 っていうことはあるんですよでなぜその日ダビデは屋上を歩いていたのかなぜそのタイミングでバテシェバは水浴びをしていたのかでまあ、まあ、戦場に行ってればこんなことはなかったんで確かにそうなんですよ。まあいろんな偶然が重なってこの出来事というかこのダビデの罪って。 ののきっっっかけけてていいうのが始まっていくわでですよでこの罪をねそのダビデは未然に防ぐことがじゃあできなかったのかってことを考えるんですよでそのここからまあその道徳的教訓を引き出す例としてその暇になってはいけないみたいなことがね語られるのを僕聞いたことがあるんでその解説書のこのダビデは出陣すべきだったっていうそういう読み込み方っていうのはまさにこの暇になってはいけないみたいな解釈になって ていくんだけどでもねこれはそのあえて反論させてもらうとそのじゃあ何ていうのかなその現場で忙しくしていることが私たちを罪から守るんだろうかっていうこともあるわけですよ。っていうちょっと僕はだからそのとにかく忙しくしてれば罪を犯さないっていうのはちょっと強引なのかなとも思うんです。これあえて反論してますよ。 で,、えーでえー、どういうことかっていうと、その、忙しくね、知ってるゆえに、不倫をする人もいますよね、現代の世界でも。で、まあ、その当時の戦に行くのと今のその職場違うと言われたら、まあそうなんだけど、でもね、なんだろうな、その現場のどさくさの中で罪に陥る人だっているわけですよ。 ね。で、えー、なんだろうな、その、ワーカホリックってこともあるし、あと、王権を確立したダビデには、安息が本当は、本当に、この時に必要だった。ね。そして、休んだのは必要だし、良かったっていうことも、僕は、全然、なんていうの、あの解釈としてありだと思うんですよ。ね。で、えっと、 でね、でも、一方で、その疲れて、一休みしてるときっていうのは、最も気が緩んで、罪を犯しやすいときでもあるっていうのも事実じゃないですか。で、これはもう皆さんの生活とかに照らしていただければわかるんですけど、ちょっと気が緩むというかね。だから、まあ、日本にもね、勝って兜の王を締めよという言ざがあったりするわけですよ。うん、だから、その、なんていうのかな、本当にこう、慢心っていうのが、すっと我々のこう、ね、 ちょっと人段落したような時に付け入ってくるっていうのがまあ慢心というものの怖さであるっていうのもある。でもそのじゃあ常に忙しくしてれば罪なんて犯さないっていうのはそれはどうかなとは思う。ね。それってそのね仕事に依存するみたいなことだってあるし。 ね、えだからその僕らってその危機の時にも罪を犯すし慢心して平和の時にも罪を犯すんですよ。だから何ていうのかな問題は我々の罪であって忙しいか忙しくないかっていうのは二次的な問題なのかなとも思います。はい、で、えっと、僕がこれを考える時にいつも思い出すことがイエス様がねその主の祈りを教えられたじゃないですか。でその中に日々の糧を与えてくださいとともに 試みに合わせないいでください私たちを悪からお救いくださいっていうことが含まれているっていうことはすごく示唆に富んでるんですよと思うんです。だからこう3度のご飯を食べるのと同じぐらい私たちは自分の内側にある悪内側にある誘惑内側にある自分の中に住むまあ獣というか危険というかね。 まあ、パウロに言わせれば肉の性質というかそういったものから守ってくださるように神様に本当に日々哀れみを求めなきゃいけなくてそれはそのね主の祈りっていうのは一回祈ったらはいね、えー 今日の糧はい、えー、これも神社のねその初詣じゃないけどはいパンパンと、えー、祈りましたこ,んこのあと365日日々の糧をお願いしますじゃないじゃないですかクリスチャンっていうのは毎日日々の糧を祈ると同じようにね毎日今日も私を罪から守ってください悪からつ守ってください私が愚かな間違いをしないように守ってくださいと祈る必要があす あってそうじゃないとむしろ私たちは生きていけないんだということを認識するえこれすごく大事なことだと思うんですねだからダビデはこの日ご飯を食べられなくても人生までは破壊され,てなかされることはなかったけどその日一日自らの内なる欲望と衝動からの守りっていうものを書いたためにまさに人生を破壊されてしまったわけですよある種ねこの一件によってダビデっていうのは、えー、だからその「種の祈り」のね最後の項目 で皆さんね暗記してる方も多いと思うんですけどその最後のその悪から救ってください心みに合わせないでくださいってこれっておまけではないんですよ3度のご飯と同じぐらい切実な私たちの毎日の必要なんですよねこれはすごく大切かなと思いますね心みに合わせず悪からお救いくださいという祈りがどれだけ大事かでこれ僕ねあのね えと小倉正雄さんというですねあの,のエコヤマトのねマト運輸の社長だった、まあ、有名なクリスチャンの経営者の方がいてでその方の信仰にスポットを当てたね本っていうのがあるんですよ。 小倉らまさ祈りと経営っていうね。で、結構ノンフィクションの作品として受賞したりとかして、有名な賞を受賞したりとかして、すごく、あの、いい本だったんですね。で、その本の中で、えっとね、その小倉まささんってですね、えっと、最初は旧西軍だったかなで、洗礼を受けて、その後に奥さんがおそらくカトリックだったんで、 と思うんですすすよででででカトリックに改するんですねね途中でねで小倉正夫さんが毎朝そのカトリックの教会に行ってお祈りを捧げてたんですよその仕事に行く前にね。でそのお祈りを導いているというか、えー、その小倉正夫さんのいわばまあ神父。 そのケアをしその霊的なねぽっかいをしていた神父が今も生きてらっしゃってで小倉正夫さんって毎朝何祈ってたんですかっていうことに関してその神父さんが証言してるんですよ。それが何かっていうとすごい僕は本当に感銘を受けたんだけどそれは今日一日私が、ね、間違った決断をしないように間違ったことを言わないようにどうか神様を守ってくださいっていうことを毎日祈ってらっしゃったんですって。で 小倉正夫さんが。で、これって本当にすごいなと思うんですよ。っていうのはね、その、経営者ってさ、もういわば、その、ヤマト運輸なんてさ、もう万という単位、何万という単位のね、社員の数がいるわけじゃないですか。で、顧客はもう何十万、何百万ですよ。何千万。ね、日本の流通を担うわけですよ。で、その、 何万というじゃ仮に社員だけにしてもねその何万という家族のかじ、うん、取りをしとるわけですよ小倉正雄さんってまさにその何万人というね乗組員が乗ってる船の船長なわけですね。でその小倉さんが経営者として一番毎日神様に祈っていたことというのがどうか今日間違ったことや愚かなことをどうかしないように守ってください神様。 っていうことだったっていうのは、なんか僕は本当にものすごくですね、小倉さんのまたその信仰の深さであり知恵を感じるんですよね。うん、で、なんていうのかな、その経営者ってさ、確かにそのえっとヒットさせた成功とかっていうのは確かに経営者ねにとってはすごくうん。 加点評価でこの経営者が優れてる、優れてないのをね印にもなるでしょうもちろんで小倉さんはまあさんにそういういろんなものをヒットさせたしヤマト運輸という会社を今のね、えー、今の形にまでその成長させた立役者でもあるだからこそせね尊敬されてるんだけどでも経営者って一方でねなんていうのかなその何をしたかで評価されるのもあるんだけど何を 失敗したかかっていうかさ何をしなするのをミスったかというかするチャンスを逃したかであったりとか何を失敗したかその部分が実はその減点評価的なところになっちゃうんだけど経営者とか責任が上になればなるほど加点評価以上にこの減点の部分が実はそのねえっ、ー、とリードする方々まあ小倉さんだったら社員の幸せに直結すると思うんですよね。 だから昨今の政治家であったりとかそういう人たちの言動を見る時に、まあ、いかに彼らが軽率にね失言をし軽率な判断をしっていことをしてるかっていうのに僕らは目を覆うんですけどでも彼らが本当に日々毎日どうか私が間違ったこと愚かなこと言わないようにしないようにということを神様に祈るような謙虚な小倉さんのような人物だったら多くの人の生活が守られ。 多くの人の人生が破壊されずに済むってことがあるんでだからこのねイエス様の主の祈りの中にあえてあえてというか本当に重要な一角として4本柱があったらそのうちの1本ぐらいの重要さで。 ね、試みに合わせず「あっからお救いください」という祈りが含まれているということのどれだけ意味があるかどれだけその意味が大きいかっていうことを僕は思うんですで僕はその小倉正夫さんの本を読みまたこのね歌詞を読んだあたりから、えー、本当に毎日今も僕はこの祈りを日々朝祈ってるんですよどうか私が今日愚かなことをね言ったりねしたり考えたりね決断したりしないように。 どうか私自身の愚かさ、罪の性質から私を守ってくださいという祈りを神様に日々捧げています。まあ皆さんにも何か参考になれば嬉しいなと思います。ということで今日は心身に合わせず、あっからす,おおおすくいくださいというタイトルでお送りいたしました。最後まで聞いてくださってありがとうございました。それではまた次回の動画および音源でお会いしましょう。さようなら。